速稼塾の久保です。いや、驚きました。今回の竹中平蔵さんのね、動画ですけどもね、私たちの考えてることそのまんま表現してくれますね。まあ、財務省に抵抗するのは非常に難しいと。そして消費税増税は安倍総理も菅総理もやりたくなかったけども、財務省の洗脳キャンペーンによってですね、もうどうしてもこれをやらざるを得なかったというところで、最後まで抵抗して2度の増税延期をしたんだけども、もう限界が来てしまったということですよね。でもやっぱりね、ここはね、安倍さんのリーダーシップ取って、欲しかったですね。アベノミクスっていうのは本当に最初の頃はすごいね、牽引力を持って景気を盛り上げてくれたのは事実なんですよ。しかしですね、後半特に森友賭け問題が出てきてからおかしくなったんですよね。で、ここでですね、本当に安倍総理の力はだいぶ削がれて、後半では安倍総理はね、単なる悪人になりまして、私もなんだ安倍総理はもうどうしようもねえなというふうに評価を180度変えたわけなんですけども、その裏舞台がなんかね、今回の竹中さんの動画で分かったかなっていうところがありますね。で、全ては財務省が悪いと。で、財務省を抑えるべく、あの例のね、麻生財務大臣が大臣として副総理として圧倒的な権限を持って財務省を抑えにかかったんですけども、財務省の力の方が大きかったわけなんですよね。麻生財務大臣はすっかりと財務省の傀儡になり下がってしまって、まあ例えばね、西田昌司さんの、まあ、質問にしてもですね、麻生総理は全くちんぷんかんぷんの歯切れの悪い答弁しかできなくなってしまって、もうなんか気の毒なような気もしますね。でもそこはそこ、麻生総理はね、財務省を潰しにかかってもらいたいなと思ったわけなんですよ。まあ、このままでしたらね、財務省によって日本は乗っ取られてしまう。まさにね、アベノミクスを財務省から守るっていうふうに、ね、西田昌司さん本書かれてますけども、あの本の通りになってしまいますよ。やばいですよ。何がやばいかっていうと、財務省はおそらくですよ、仮想敵とされる国の、まあ、要人が長い時間をかけて入ってきてしまったんじゃないかなと。そして日本を弱体化させて、まあ、日本をね、まあ大国の一機関にしようとしてるんじゃないかなと。そう考えると全て合点がいくんですよ。日本の国力は衰えて、そしてですね、社会保障費削られて、若者は恋愛なり結婚なり趣味なり余剰資金がなくなってしまった。そして投資のチャンスも奪われてるわけなんですよ。もうニッチもサッチもいかないですよね。じゃあこのまんまその若者がね、ずっと若者でいるならいいですよ。でも10年後20年後には社会の第一線に出てくるわけですよ。その時に社会の第一線たるかつての若者が30代40代になった時に、じゃあ今度ね、どんな戦闘力を持ってるのかというと、やっぱりね、両手両足をもがれてしまった、そんなね、満身創痍の状態で立つんじゃないかなと思うんですよ。今までね、かつての日本を盛り上げてくれた老人世代や中堅以上の世代がいます。バブル以前の世代ですよね。そういった勢いのある強い、日本人がまだいるんですけども、これがね、引退してしまった後に世代交代した後、そういった財務省に徹底的に打ちのめされて全てのチャンスをなくされてしまったかつての若者がね、第一線でどこまで戦えるのかなと思うとかなり不安ですよね。まあ、本当にね、竹中さんもね、ここまで言うんだったらね、突破してほしいなと思いますね。やっぱり竹中平蔵さんもそうだし、高橋洋一さんもそうだし、その他の方もね、財務省がもう全て諸悪の根源ということは共通の認識として、まあ、分かっているんでしょうね、きっとね。いや、しかしね、そこまでしても変えるのは難しいんですかね。なんか悔しいですね。私もね、個人的に豊かになることはできると思うんですけども、社会的な豊かさを作るには、あまりにもね、ちょっとこう、壁が厚いなと感じざるを得ません。じゃあ動画の方をね、見ていただきたいんで、ぜひね、動画概要欄から、再生数4539しかないですけども、なんでこの動画これだけしか見られてないのと思いますけども、竹中さんあまり嫌われすぎてね、竹中さん今最近ね、結構ね、私たち国民寄りのことを言ってくれてるんですけども、すでになんか裏があるんだろうとか思われたりとか、すでに竹中さんの発言に興味を失ってしまったりとか、相変わらず竹中さんのね、動画ってね、低評価の方が数倍多いんですよ、高評価よりも。竹中さん随分嫌われましたね。いや、だから言ってることはね、正しいことが多いんですよ、私から見ても。ただそれが正しく伝わらない、まあ本当になんかプロパガンダ、竹中さんですら財務省のプロパガンダに合ってるんじゃないですかね、これは。まあこれからのね、動画更新期待しますよ。ぜひ人気を取り戻してください。このチャンネル登録何なんですか、1.71 万人とか言って。
ちょっと竹中さんほどの人が YouTube やってね、私とトントンってのはちょっと下せんな随分嫌われたもんですねじゃあ動画見てくださいね。いってらっしゃい。